国道291号起点新潟県柏崎市、日吉町交差点国道291号終点群馬県、前橋市本町一丁目交差点国道291号は、群馬県前橋市から新潟県柏崎市に至る一般国道である。国道252号との分岐新潟県柏崎市、安田群馬、新潟両県をまたぐ谷川連峰の清水峠を、 超える延長約187キロメートルの国道で1885年に当時の国道8号として開通している群馬県内は当初は起点の前橋市から旧月夜の町までの間がすべて国道17号との重複区間になっており実質月夜のから谷川連邦方面を結ぶだけの路線だったが国道17号のバイパス建設が進むにつれて17号旧道を 群馬県に順次関する形で自、延長が伸びている。月夜野からは、国道17号から一旦分かれ、利根川源流域の谷川だけへと向かう。清水峠は、険しい山岳地帯であることから車両が、通行不能な区間が、約15キロメートル続いており、特に豪雪地帯でもある、新潟県側の山岳区間は100年以上放置された、結果あれ果て、 登山者の通行すら困難であり、配道同然となっている。しかし、国道の配道申請は出されておらず、依然として国道扱いとなっている。新潟県内では、谷川岳を降り、南魚沼市市街より、国道17号と再び並行した後、魚沼市の旧小出町内においては、国道17号と重複し、小出町内から、 同級広上村村域まで国道252号、及び国道352号と3重複した後、長岡市旧山越村村域を経由し、小千谷駅前まで国道17号の旧道を南進し、小千谷市からは、精神、日本海側の柏崎市に達して、再度国道252号と合流してから、国道8号と接続する。国道号との並行、重複区間では、 高速道路である関越自動車道とも経路がほぼ並行しており、水上インターチェンジや小出インターチェンジ、小路やインターチェンジで相互接続するほか、柏崎市内では柏崎インターチェンジで北陸自動車道と接続する。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。中山水道1982年の 路線延伸によって加わった新潟県魚沼市長岡市間の中山水道は全長922メートルの日本最長の手彫りの道路水道でその幅はわずか2メートルほどしかなく一般国道で随一の境外トンネルとして知られていた1998年の中山トンネル開通を機に急動化し国道291号の指定を外されて現在では 観光名所として保存されている。ただし、現在は広上川高校付近で落盤があり、山越川の50メートル程度を残して立ち入り禁止となっている。実延長150.7キロメートルのうち、車道福井5.5メートル以上の改良済み延長は109.7キロメートルで、改良率は72.8%である。坂戸バイパスと現道との分岐新潟県。 南魚沼市坂戸渋川バイパス、半ンダ交差点、東新京南交差点、阿久津交差点間を指し、特に、東新京南交差点、阿久津交差点間は、国道291号単独区間となっているが、国道291号のバイパス道路として、建設されたわけではない。これは、かつて国道17号のバイパス道路として建設され、後に、 途中の東新京南交差点から分岐して、国道17号の新しいバイパスである、小井沢バイパスが建設された経緯の名残である。月夜のバイパス市も川田町交差点をし出し、交差点間を指し、渋川バイパス同様に、国道17号バイパスとして建設され、後に、起点から、万所河原の交差点間で新たなバイパス、沼田バイパスが開通し、同区間のうち、 下川田町交差点とロクヤ町交差点間が国道120号との重複区間トロクヤ町交差点こ所河原の交差点間が国道291号単独区間となった坂戸バイパス新潟県南魚沼市東伊豆田から同市二日町までを結ぶ計画総延長 3.5km のバイパス道路である坂名川佐岸に位置する JR6 以下 町駅付近は市の中心部であることに加え共愛区間があることから渋滞箇所となっている。この区間を迂回することを目的として計画され、魚野川の右岸側にある坂戸地区を経由するルートが採用された。二日町から中間の坂戸橋までの延長2 8トルの区間は1998年に共用を開始し、これに伴い旧道の区間は、 国道指定から外された。残る坂戸橋から東、伊豆田までの区間は、坂戸城、ミルの保存などをめぐって工事が遅れ、2013年9月18日に強用を開始した。大崎海良南魚沼市大崎から黒土までの区間。大崎地区内は境愛区間であり、特に八海山から某、谷山までの尾根を越える峠道には、見通し不良区間を有している。 この区間を、高架橋や、大崎トンネルを含めた振動によって迂回するものを、言う。湯野や野越バイパス、南魚沼市芋赤から、関越自動車道をこいでインターチェンジを経由し、魚沼市湖神殿までを結ぶ、総延長 5.43km のバイパス道路である。旧道は、芋赤から虫屋へ至り、国道17号と合流するルートを取っていた。 2003年に供用を開始。桜町トンネル、小千谷市から、新潟県長岡市小国までの区間。2001年11月30日に供用を開始。旧道の桜町水道は、通行不能となっている。橋、編集トンネル、編集道の駅、編集群馬県水上町、谷川学山岳資料館1885年9月に、 明治政府指定の旧国道8号として開通した当時は馬車の通行が可能な規格で整備されており馬車同士がすれ違うこともできたほどの福音の広い車道で新潟県側の最央部付近には短いながらもトンネルが設けられるなど当時としては破格な高規格の山岳道路だったしかし開通からほどなくして 各所で土砂崩れや雪崩などによる路盤決壊や橋の流出が相次ぎ、前日のトンネルも崩壊埋没してしまい、ついには車両通行そのものが完全に不可能となってしまった。その後現在に至るまで車道として再開通させる具体的な計画は立てられていない。群馬県側は谷川学登山指導センター下地のクラサーの区間で一般車両の通行が 通年規制されている。当期閉鎖期間外は、水上町が谷川学ロープウェイ、土合口駅前一の倉沢間で観光向け電気バスを運行している。その先の一の倉沢、芝倉沢、清水峠からい、坪坂分岐の区間は、徒歩で通行可能。ただし、峠上にある掘割の部分は現在では、登山道として活用されていない。 新潟県側のいつぼ坂によりバイパスされた区間は、法令上は、劣気とした現役の国道であり続けていながら、すでに自然に帰っている。ここは事実上の廃道状態となって100年以上が経過しており、徒歩通行どころか立ち入ることさえも困難なほど、壊滅的に荒廃している。代替ルートとして、登山者は、清水峠からいつぼ坂もしくは明治期前の、 古道である十五リオネの登山道を経由して、清水へ向かうことになる。詳細は、清水峠を参照この記事は、以下のカテゴリでも参照できます坂戸バイパスに関するカテゴリ。ありがとうございます。